町議会開会を前に役場に登庁した西哲夫町長が乗った車を調査に反対する住民が取り囲み、役場前は一時騒然となりました。町議会は午前9時から臨時議会が開かれ、西町長が中間貯蔵施設の計画をめぐる経緯について報告し、議員が賛成反対それぞれの立場から意見を述べました。臨時議会は採決を行わず閉会し、西町長はあくまで建設と調査は別だとし、調査については議員の意見を尊重しながら受け入れる方針を示し、中国電力にファックスで回答したことを明らかにしました。町は疲弊する一方で、この中間貯蔵施設についてはね、リスクも非常に低い施設と私は受け止めておるんで、まずこれをね、やっぱり今やらなくては町が相当財政的にも厳しくなるし、まずはやれるものからやっていこうと、こういう考えです。